じゃあこんにちは豊さん、子役が止まりません。誰、野村さん？違います。岡田さんな。岡田さんのもうぼやきがもう炸裂です。オープン戦、まあそうやな、はい、ちょっと阪神がですね打てない、そしてピッチャーが打たれるというところで、うん、まあ頑張ってる選手は成績残してるんですけれども、そりゃそうだな頑張ってと、もう主力が今ちょっとなかなか成績がオープン戦で出なかったというところで、まあ焦らないでいいんじゃない。焦らない、まあ、俺も焦らないでいいっていうのは、はい、俺もでも優勝候補にしてるからね。そうなんですよ。だからまあ焦っては欲しいんだけど、はい、でもキャンプの時の岡田さんはスタート出しなんかいらないし徐々に上げていけばいいって、はい、まあ、言ってたから、はい、そんなオープン戦、まあ、適当にやってる人間っていうのはいないと思うけども、はい、まあ、例えば近本にしたって、はい、俺の印象では春先は全くっていうようなそんな印象を受けるし、はい、だからまあ人間ってバイオリズムっていうリズムを持っていてね、うん、で近本っていうのはあったかくなりかけてからこう上がどん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 上がっていくっていうような、はい、まあ、印象あるし、うん、で近本って数字をしっかり持ってる選手だよね。そうですね、まあ、3割から、まあ、2割9分から3割ちょっとぐらいまでの数字を安定的に残せると思ってるから、うん、だから焦ったってしょうがないと思うしね、はい、ただ岡田監督はこんなコメントをしています。打率1割9分6厘の1番打者をチクリ、理想を追いすぎると思うな、綺麗なヒットを打ちたいっていうか、一番の武器はボテボテの内野安打よないやボテボテの内野安打を狙って打てるんだったら綺麗にも打てるよ。そうですね。そう確かに。だからよく言われるんだよ、はい、俺らも言われたことあるもん、うん、いやお前何引っ張ってんだって、もう三遊間でいやいやそれ分かるよ、はい、三遊間に 100% 打てるんだったら、はい、センター前だって 100% 打てるよ、うん、でそんなもんだよ、はい、別に理想ではないんだけど、はい、今やっぱこう近本の中では形を決めたいとかね、うん、しっかりしたバッティングフォームを作りたいとか、はい、そういうことは思いながらやっぱ打席に入ってると思うよ。別に悩んだなんか打ったって嬉しくもなんともないしさ、うん、だから、まあ、理想はあるにしても、はい、まあ、近本がやってきた野球をずっと見とけばね、はい、まあ、近本の形は変える必要はないし、うん、まあ1年経って終わってみ、うん、ちゃんとした数字は残ってるから近本は。そうですよね。だからまあ、そんなに慌てることないんじゃないかなっていうような気がする。ただ聞かれたから言ってるだけで記者にね、ああどうなんですか昔はとか言って、はい、ね、ボテボテのどのこうのとか言って、うん、おうおう俺は思うよ言っちゃったから、それも理想のうちの一つよっていうことですね。そういうだと思うけどね。そうですよね。一番の武器は確かにボテボテの悩んだではないじゃないですもんね。やっぱり一番いいのはやっぱ一番バッターが先頭打者ホームランを打ってくることが一番いいよね。そうですよね、うん、で4番の大山選手ちょっとここまでですね、はい、率が低くて、まあ、1割台なんです、うん、これに関しては良くなってきたな思ってもボール球振り出したらどうしようもないということでちょっと注文つけたということなんですけれども、まあ、でも大山のタイプってボール球振らないとストライクも振れないよね、はい、ストライクだけ振ろうと思ったらバットが出ないよ多分タイプ的に、はい、うん、だから、まあ、荒々しくは見えるかもわからないけどもその荒々しさの中でどのぐらいボールを拾えるかどうかコンタクトできるかどうか、まあ、そこだと思うけどね大山は。今このボール球を追いかけて振ってるっていうのはどういう状態にあるんですか、うん、だから焦りだよね多分打たなきゃいけないという焦りだとか、うん、まあ、自分の形を作らなきゃいけない中で揺さぶられる。それは4番だったら揺さぶってくるよね、はい、まあ、そこら辺の相手の術中にはまってるということかな。あ、まあ、じゃあ焦りがこういう成績なだけでこれシーズンに入って大山って真面目でしょ、はい、だから見逃しの三振とか三振しちゃいけないみたいな思っちゃう。でもここ1本待っててこの打席そこに来なかったら一球も振らないでスッと帰るとかさ、はい、そのぐらいのふてぶてしさがあってもいいんだけどさ、やっぱ生じっか真面目だから何でもかんでも振りに行っちゃうんだよ。そこで結果出さなきゃ、結果出さなきゃっていう。で、いやだからもうね、まあもうオープン戦もないか。もうないんですよ。まあ、だから、まあでも一箇所バッティングとかもあると思うし、はい、まあ左ピッチャーだったらここしか振らないみたいな。うん、右ピッチャーだったら絶対この球は1打席のうちに1球あるからこれだけ狙っておくとか、うん、
まあ、そうやって言っとけばボール球なんか振らないよね、うん、三振したくないとかそう思わない方がいいよ。そうですね、バッターは三振するもんだから。そうですよね、まあ、そのぐらいに考えとけばいいよ、うんうん、慌てることはないって。そうですね。で去年も、まあ、徐々にあの大山選手も、まあまあそうだね、5月、確か去年5月とかですよね、あのすごい打ち出して、ね、また状態上がってくるっていうところもあるので、まあ、ただ大山の責任っていうのは、はい、もうチームの中心の選手になってきたしね、はい、だから自分がしっかりして、まあ、球団の悩みにならないようにね、例えば4番からスタートして、はい、いや大山だったら4番ちょっと今のままじゃ無理じゃないかとか、うん、まあ、数試合は我慢すると思うけど、はい、いやそういう悩みを球団とか首脳陣だとか、まあ、ファンも含めてね、そういうことはさせちゃいけないよっていうこと、うん、不安にさせちゃう、それと余計なことを考えさせちゃいけない、いや大山4番でいいじゃないかって、うん、大山4番しかないでしょみたいな、もうそのぐらいの成績を収めておいてほしいなと思うけどね。そうですね、うん、あとは、佐藤輝明選手に対しても、まあ、2割4厘で15打席連続無安打、まあ、今の時点なんですけれども、これに関しては調子をだんだん上げていってくれた方がこっちは安心感があるということなんだけど、これぼやきじゃなくて首脳陣の心の叫びだよ心の声だよ、だから安心させてくれと、はい、少しは、うん、これじゃね寝れなくなっちゃうよみたいな。確かにそうですね、ということでしょう、うん、まあ毎年サトテルも成長はしてるとはいえ、はい、うーん、みんなが思い描いてることにはなってないよねまだ、うん、だから期待には応えてないよね。そうですね、うん、安定新感という意味ではまだというところ、うん、だから成長はしてるとは思うけどね、それは認めるけど、はい、みんなが描いてるサトテルじゃないんだよね、うん、まだまだね、はい、うん、だからまあそれはやっぱり数字から言うとやっぱり40発とか、うん、まあ、100打点以上だとか、はい、そういうことを望んでるからねみんなね。そうですね、うん、だからまあそれを数字に近づけていかないといけないなと思うけどね、うん、一方でその野手の中で非常に評価が高いのが、まあ、森下選手、お、あのオープン戦でもあの3割台あのキープしてますし、岡田監督も、この日はですね2安打5試合連続安打中ということで、ああやって対応しているのは森下だけやってずっと言ってるやんか、ちゃんと振ってるやつは渡辺でも代打でもちゃんとフォアボール選ぶやんか、そういうことやんか、まあ、とおっしゃってます。その言葉の語尾かなんかに、うん、おうおうって言ってるのかな、まあ、まあ、だけど、まあ、森下確かにいいよ、はい、本当あの使ってもらえると思うしな、だから開幕からいいスタート切ってほしいと思うよね、うん、で、まあ、相手がどこを打ってくるかとか、はい、まあ、試されてる部分も多分あると思うんだよね背景の中に、とにかく全部インサイドまっすぐ行って、全部この、あの打席は変化球どのぐらい対応してくるか全部変化球で行ってみて、まあ、いろいろ試されてデータを取られてるっていうところはあるよね。なるほど、まあ、だけどあの子は、まあ、そこそこ俺は打つと思う、うんうん、ただやっぱ最初だな肝心なのは、うん、はい、まあ、最初から スタートして開幕ね、はい、ポンとヒットが出ると乗っていけるけど、うん、何試合もヒットがないって言ったらちょっと落ちるだろうね、あ、ちょっとまあ悪いもの引きずっちゃうっていう、やっぱオープン戦とは全然違うとかね、そういうことになっちゃうからやっぱね俺も感じてたことあるけど、はい、まあ、ルーキーの年にね、やっぱオープン戦と公式戦は全く違う、そのピッチャーの攻め方、あ、まあ、攻め方というか迫力がもう一枚加わってくる、あ、それを森下選手は今年初めて感じ取るわけですもんね、うん、まあそうだね、あ、まあまあでも彼はやっぱ思い切りもいいし性格明るいしね、うん、で気を出していけるタイプの選手だから大丈夫だよ、うん、大丈夫ですか、ここは。じゃあちょっと あの明るい材料というか嬉しいですよ ね、はい、あと高山選手と井上康太選手に関してなんですけれども、岡田監督、井上選手は1年間、まあ、戦力になるけれども、まあ、1年間はどうやらこうじっくりとまた見ると、また、はい、またじっくりと見られるの、あの誰かがかわいそうだ、ね、調子が悪くなったり、うん、怪我があるかもわからん、その時にはすぐ行ける力もついてるからということで、誰かが怪我したり
誰かなっていう。いや、ただね、はい、森藤ね、はい、やっぱこうベンチ入りの人間ってやっぱ考えるんだよ、うん、で岡田監督は井上は上がってきたらすぐ先発メンバーで使おうと思ってるんだよ。だからそういう意味ではだからベンチに置いておくっていうのは試合感がなくなるんだよ、はい、あ、なるほど。でも井上には試合感をなくしてほしくない。だからファームでずっと試合に使っとけって。あ、そういうことなんですね。そうそうそう、だから力がないとかじゃなくて、はい、やっぱ怪我人が出た時にスッと入れるようにゲーム感もあって、はい、だから岡田監督の頭の中でベンチ入りの人間っていうのは、うん、要するに車でいうパーツだよね、うん、だタイヤであったりハンドルであったりだとかさ、はい、だからその足の速い人間を3人入れとこうとか、うん、ね、守備固めてこれがいるとか、うん、そういうことなんだ。で井上っていうのはやっぱレギュラー候補だから、はい、だから下でじっくりじっくりじゃないけどやらしとかないと、うんうん、やっぱレギュラーが故障した時にスッと入れなくなるっていう。いつでも行けるようにってことなんですね。そうそう、だからベンチに入れる力はいくらでもあるんだよ、はい、でも代打でもないし、うん、ね、立たせるとしたら4打席やるよみたいな、うん、そんな感じの選手だ。あ、そういうこと。だからまあ誤解しないようにしたわけだ。そうですね、うん、そういうことを、まあ、岡田監督は言いたかったってことですね。で高山選手はあかんなっていう一言も、もうお先真っ暗じゃん監督ですよその時点でっていう、まあ、ただね高山、あ、チャンスが出てきたなっていうね、うん、そんな感じがして、まあ、新聞とか、はい、そういうのを見ながら、あ、高山出てんだね一番でとか、うん、打ててないよね、うん、だからまあそこら辺だろうな。そうでしょう ね、やっぱ打ってなんぼだから、はい、で岡田監督はやっぱ守備とか優勝するためには守備とか、まあ、そんなんじゃなくてやっぱ打たなあかんと、で勝負強くなきゃあかんと、うん、まあ、そういうことはもう口酸っぱく言ってるからさ、はい、だからそういう意味では高山の、ね、バッティングっていうのは六大学で一番ヒット打ったんだろ、はい、ね、それ考えたらこの打率はないわ、うん、っていうふうになってしまいますよね、うん、だからもっと頑張らないとね。そうですよね、うん、あとピッチャー陣がちょっと不安なところもあって、まあ、青柳投手、はい、青柳ね、はい、言っとくけど2年連続かなんかタイトル取ってるでしょ、はい、それは疲れてくるって。そうなんですね。だから毎年のようにあんな成績を上げれないって、うん、だからやっぱ少しさっぴいて上げないと苦しいよ、はい、あ、岡田監督コメントが、いや、そりゃさ自分のとこ時はやってくれよと思うよねまあそうですよね、まあ、エースやろ開幕投手やろみたいな。確かに確かに、まあ、なんかクイックがちょっと多くて、クイックだとその左打者の外に流れてボールばっかりになるっていうところをちょっとぼやいているという言うんですよね。あとは西純也投手のことであったり、まあ、岩貞選手もちょっと投手も打たれたりもあったので、ちょっとぼやきが止まらなくなっちゃったというところで、まあなあ、まあ、あんまりぼやかない方がいいね。まあそうですよね。うん、なんていうのかな、今の子供たちって直接言った方がいいね。そうですね。うん、記者のその文字を目にしてしまう。文字から知るよりも、うん、昔はねよく使われたんだ。はい、文字を見て、なんだこうやって考えてんのか。何にも俺言われてないけど記者には言うんだなっていうのがあったんだ。はい、でも今の子供たちってやっぱ直接言ったら頭のいい子たちがたくさんいるから、はい、理解するよ。うん、うん、だから何にもみたいな。そうですね。ああ任しときゃ大丈夫みたいな、うん、その方がいいよね。そうですよね。うん、直接言ったりとか、あとなんかこうネガティブな言い方じゃなくてまた違う言い方すると、まあでも岡田節だからね。あ、これはもう変わらないですね。野村のぼやき、はい、岡田節ね、これは双璧と思って聞けると楽しめるから。そうですね。そうそう、我々ファンはやっぱりね、なんていうの、監督のこう談話とか、はい、そういうので楽しめるってそうそうないから、はい、まあ、岡田監督っていうのははっきり言ってるのかもわからないけども、うん、でもはっきり言いながら裏ではねちゃんとしっかりしてるかもわからないし、フォローもね、だからそれは分からないけど、やっぱ岡田節っていうのも、まあ、プロ野球としての楽しみの一つとしてね、はい、まあ聞いてあげてくださいよ。そうですよね。はい、しかも岡田監督も言ったように、別に最初スローでもいいと言ってたので、4月5月よりも6、7、8、9と
まあそうだね、そうですよね、徐々に上がっていくから、うんうん、そうですね。なので野手もピッチャーも、まあ、心配するなとは言えないけどね俺も心配だけど、俺だけやっぱり軸が大丈夫、シーズン入れば大丈夫と、大丈夫、数字を持ってる選手がたくさんいるから阪神で、はい、ね、安定した1シーズンの数字を持ってる、だから、まあ、あんまり心配しない、去年のような開幕何連敗にはならなそう、はい、はい。